おはようございます。はい、今日はね金曜日ですね。明日から週末、どうでしょうかね。天気はなんか雨予報もちょっと日曜日とか出てるっぽいですけど、まあ大丈夫なのかな。もう8月もあと1週間ちょっとなので、私も来週の月曜日ね、さ夏の最後のなんだろうな、ちょいツーリングみたいな、どこ行こうかと思って、まあね、昨日の夜っていうか今朝方もね、夢の中で考えてるんですよね、ルートをね、どこ行こうか。いやもう病気だなと思って、とりあえずこの間根性峠から、いやー背中に当たる日差しが暑いわ。根性峠から赤城行ったでしょ。でその前にお盆の時にスーさんと春菜行ったんで、じゃあやっぱりここは妙義山も行っとこうかなっていうことで、月曜日妙義行こうかななんて、さっきね本当にね夢の中でというか夢うつつの中で考えてたんですけどねあとはもう頑張ってヴィーナスライン行っちゃおうかとも思ったんですけど、ちょっとねヴィーナスラインはちょっと無理かなって感じなんで、まあ明日明後日天気予報見てね、行けそうならちょっとその辺に、群馬の方に行ってみようかなと思っております。はい、そして今日はまた一日仕事ですけども、まあ、週末なんでねどうかね分かりませんが、人が今日は多いな、車も多いな。到着しました。よっごらんせ。はい、それでは今日も一日お仕事頑張りましょう。さよなら。